皆さんこんにちは、榊です。今回は間違い探しクイズパート40をやっていきましょう。問題は全部で3問、制限時間は90秒です。1問目は風船ガムを膨らましている子供たちのイラストです。3つ間違いがあります。90秒以内にお探しください。残り60秒です。残り40秒です。残り20秒です。答え合わせです。一つ目の間違いは男の子の服の縁模様が一部消えてました。2つ目の間違いは女の子の靴下が片方消えてました。3つ目の間違いは男の子が膨らましている風船ガムの影が小さくなってました。2問目は本屋さんのイラストです。こちらも3つ間違いがあります。90秒以内にお探しください。残り60秒です。残り40秒です。残り20秒です。答え合わせです。一つ目の間違いは店員さんの靴が白からグレーに変わってました。2つ目の間違いは本を探している男性の目の向きが変わってました。3つ目の間違いは棚に置かれている本の背表紙が紫色から黄色に変わってました。3問目はスナメリと写真を撮っている女子高生のイラストです。こちらは4つ間違いがあります。90秒以内にお探しください。残り60秒です。
残り40秒です。残り20秒です。答え合わせです。一つ目の間違いは、イソギンチャクの色がピンク色から青色に変わってました。二つ目の間違いは、タコの足の向きが変わってました。三つ目の間違いは、ネクタイの縁模様が一部消えてました。四つ目の間違いは、スナメリの尾びれの動きが変わってました。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。